私たちの学校を襲うなんて。エッちゃんは私が守る。大怪獣メカボンボン覚悟。夏ちゃん行け、頑張って。あとラストシーンだけだから何とか間に合わせようね。あ、締め切りっていつだっけ？25日。高校生フィルムバトルは毎年クリスマス締め切りだから、あと1週間か。あれ、よっちカメラ止まってない。あ、やべ、あもう監督。あ、ごめんごめん。てかさ、大怪獣メカボンボンって名前変えちゃダメ？ダメに決まってんじゃん。言いづらい。いやいやいや、練習して。しかも正体よくわかんない。いやいや、そこがいいんじゃん。頑張ってください。あ、まあ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 、脚本が書いたよっちには思い入れもあるんだし、メカボンボンで行こうよね。まあ部長がそう言うなら。ごめん、私そろそろ。あ、オッケー、じゃあ今日ここまでにしよっか。ごめんね。お疲れ様。お疲れ。お疲れ。ガツなやつ？もちろんね、マリカ。うん、お姉ちゃんの同級生の弟の彼女が3年前に確かに見たんだって。場所は？旧校舎の多目的倉庫。その後何人かの生徒が確かめたらしいけど誰も見てはいないって。徳田ね、サンキュー。でも3年前の幽霊事件なんて校内新聞のネタになるの？もちろん。だって幽霊は死なないんだよ。3年前に現れた幽霊は今もいるに決まってるじゃん。ね、イッチ。何やってんの？別に。でも絶対何かやってたじゃん。やってないよ。やってたでしょ。取材できたの？できたできたできた。コロッケダメ。アメリカンドッグ断る。肉まん。ピザマンなら。サンキュー。イチなら付き合ってくれると思った。でも幽霊探し行くなら私より新聞部のこと言った方がいいんじゃない？特ダネ取られたらまずいでしょ。今回のネタで対象取らないと来年の部長にはなれないんだから。本気で部長狙ってんの？もちろん。仕方なく人数合わせで新聞部入ったって言ってなかった？最初はそうだったんだけどね。やっぱ熱くなれるもんは必要だよね。イチも入れば？私はいい、そういうのめんどくさいし。ああ、やっぱラストシーンの場所さ変えた方がいいかな。うん、やっぱ外の方がいいんじゃない？だって室内に雪が降ってるのってなんか変。いやいやいや、変じゃねえし、俺の映画美学的に大ありだっつーの。どうかなねえ、たもっちゃん。外になってもちゃんと雪降らせますよ。うん、外ね。よし、みんな明日までにラストシーンの撮影場所考えてくよ。明日まで？うん、だってもう時間ないんだよ監督。なっちゃん大丈夫かな？推薦が決まってる私たちや就職組のよっちはいいけど、なっちゃんはこれから受験なわけでしょ。
番大事な時期に映画なんか撮ってていいのかな。でも今年こそ高校生フィルムバトルに出したいって言ったのなっちゃんだよ。そうだけど、受験勉強とうまく両立できてるって夏美さん言ってましたよ。あ、言ってた言ってた。俺たちの最後のチャンスなんだし、今やんなくてどうすんだよ。心配ないって、親にも許可取ったってなっちゃん言ってたよ。ならいいんだけど。へえ、じゃあその先輩、三橋商事に就職決まったのか。うん。あ、それでインターンに来ないかって。俺なら必ず就職できるからって。すごいじゃない。だって三橋商事っつったら有名大学出身者ばっかりだろ、うん、やっぱ勝敗分けんのは大学のレベルだな、母さんな。ごちそうさま。あら、もういいの？うん。あ、夏美、なんか今日も帰り遅かったんだって。母さんに聞いたけど電話にも出ないでさ、どこ行ってたんだよ。お前まさか映画部とか行ってないよな。映画部はもう参加してないって言ったでしょ。図書館で勉強してただけ。ああ、だったらいいけどさ、明日から冬季講習だろ。頑張れよ夏美。あ、な、夜に来なくてもよかったんじゃない？うわ、立ち入り禁止。幽霊が出るのはやっぱやるでしょ。行くの？本当に幽霊なんているのかな。何かの話信じてない？見間違いってこともあるでしょ。何かは500円落ちてたら絶対に交番に届ける子だよ。だから絶対嘘はつかない。幽霊見たのはマリカじゃないでしょ。マリカのお姉ちゃんの同級生の弟の他人じゃん。文句言わない。ビッグマックピザなら食べたでしょ。うわ、出て行けってことですね。たもっちゃんのせいじゃないって。この部屋とも別れた。もう一回一席から取り直す。幽霊？旧校舎の多目的倉庫に出るらしいよ。自分で決めた道を振り返ったりしないで、まっすぐに進んでいきたいから。